すごいよ。早すぎる。けど同じ86だよな。だったらさ、そっちが曲がれるスピードでこっちが曲がれないってことはないだろう。このカーブはこのコース全体で見ても一番難しいと僕は思っているんだ。入り口よりも出口がきつい。同じスピードでついてきた人今までいないよ。ひょっとしたら多分そうだ。やだやだ。だとしたらいける。失速感は大きい。後ろから見ていてそう思った。悪く思うなよ。少し強引だったかもしれないけど俺は車ぶつけてないから。抜かれた。このコースで僕が抜かれた。